やばいわ。全然グリップ効かんかった。おはようございます。今日はね、前回のコーダサーキットの、F4 に続いてまた福山さんにお世話になるということで、本日は鈴鹿サーキットにやってきましたよ。このパーソナルレッスンっていうのをね、はい、そうなんです。毎回、月何回か、月に 3,4 回やってます。おられてるんですね、はいはいはい、今回初めてね。あれ、初めてでしたっけお前はもう何回も出てないとあかんのに今更。いやいや、もうなんかいつも一緒にいるから、確かに確かに、党に来てもらってるもんだと思ってますけど、今日初です ね。よろしくお願いします。お初ということでよろしくお願いします。まあ一応あれですかね、データロガーとか積んで、はい、タイムとかも測定していただけて、そうですね、レクチャーもしていただけるっていう。そうですね、まあ、鈴鹿サーキット本当にあの西から東まで細長いサーキットなんで、走りを見に行くことができないもんですから、ロガー積んでいただいて、それでグラフにして、あの、まあ改善点を見つけようというやり方ですね。そういうことですね、はい。まあ今日はね、あの車はあのね、570S の方でね来てるんでね、まあだから、まあ720よりかはタイムもどちらにしても出ないのと、あとまあちょっとタイヤがズルズルなんでもしかしたら滑ってお尻滑らしするかもしれないですけどまあまあその辺もね、ちょっと車の調子もね、福山さんにチェックしてもらいながら、そうですね、ちょっとね走ってもらったりしながらしていただけたら、まあ僕も安心して走れるんで、もう普段からねちょっと僕分からないんですよね、その滑ってる原因とかが、なんで滑ってるかとかね。だからその辺を福山さんとかやったらやっぱりもう、あ、路面のなんか状況や何やら、そうやっぱ感知してはるんですよね。そうですね、どういう、はい、まあ一言で言うと、そのタイヤの存在を認識するっていうのが一番大事なんですけど、コーナー入っていく時に外側に体重が移って、タイヤがグリップしてるとタイヤが押し返してくる力があるんですけど、それを感じながら走るっていうことをやってますね。なるほど、まあ、その辺をね詳しくレクチャーしていただきながら今日も一日頑張りますんで、よろしくお願いします。はい、頑張りましょういらっしゃい、行ってこい。
疲れ様です。お疲れ様。やばいわ。全然グリップ効かんかった。そうなんですか。お寒いから。多分タイヤが冷えてんのもあるんだけど、多分タイヤがないのもあるんやと思うんやけど、もうずーっとドリフトしてるみたいな状態。やばいマジで。試験員は乗せてもいいですよね。はいはい、試験員ですらも滑ったんですけど。ちょっとやっぱり前の車を追い越すのにライン外すとどうしてもタイヤカス開くんで、タイヤカス開くとグリップは顕著に落ちますね。だから前、結構上手なシビックが走ってたんですよ、やっぱこう なんていうんですか、コーナーだけで言うたらシビックと同じぐらいのスピードでしか走れませんでしたもんね。シビックの方が速いかもしれない。 S 字なんかはむしろもう僕らが乗ってもシビックで追いつかない。あ、そうなんですか。軽いし、軽いし、マクラーレンはやっぱりどっちかというとストレートで稼ぐ車なんで、だから S 字はね。そうなんですよ、 S 字やったらなんかシビックと、まあ、同じぐらいですわ。同じならもう立派なもんですよ、けど滑りでね、これあれですよね、やっぱ電子デバイス効いてるから、滑った時どうしてもいかないですよね。アクセル踏んでも前進まないですよ ね、 そうですね。だからやっぱみんな切らはるんですか。で今度切ると滑るからコントロールしなきゃいけなくなる。切ると今よりも滑ります。滑るグリップの限界は一緒ですけど、はい、車が抑えてくれないからドライバーがコントロールしなきゃいけなくなりますね。5周ぐらい乗らせてもらって帰ってきますん で、はいはい、でまた5周ぐらい乗らせ。分かりました、ね、はい、お願いします。すみません福山さん、福山さんのタイム使おうかな。こんな数字で出るかどうか分かんないですよ。多分一回、まあ一旦置いてタイヤも冷えてるから、多分またちょっと慣らしで走ってはるんちゃうかなと思うけど、だけど時間があんまりないからもしかしたら飛ばしてるかもしれない。開けたけど、早ない。うん、飛ばしはるわ。結構飛ばしましたね。さすがやな。タイヤも冷え冷えのはずやけど、むちゃくちゃ飛ばしはるわ。お疲れ様です。おーい、3周だけでしたね。そうですね、どうでした。すごいやっぱオーバーステアで、あタイヤカスだと思うんですけどね。やっぱ後ろ滑ります。めっちゃ滑るですよね。めっちゃ滑る。よかった、俺の言うてること間違ってなかったよ。なんであんな滑るんですか。すけど、ね、タイヤカスなんですか。ちょっと振動もしてるし、あ確かに振動してますね。タイヤカスだと思いますけど、ちょっと取り切れてないです、今まだ。あ、半分ぐらい取れたけど、まだ半分ぐらい取れてないです。あ、だから本来のグリップじゃないけど、うん、さっきよりはずっとだいぶマシ。あ、ほんまですか。ラインが一番綺麗なんですよ。でライン外すと開くんですよね。あ、だけど抜くとき開くじゃ、ライン外すじゃないですか。まあ、できるだけライン外さないように。オッケー、まあ、ちょっと見てくれ。よし、thank you.
タイヤかすみて。あれを拾うと全然グリップが効かなくなって、うんうん、なるほど。タイヤの残量もさることながらタイヤかす、まあ言うたら本来のタイヤの性能じゃないもんな、カス拾って張り付いてるから、うんうんうん、タイヤも熱70度ぐらいまで入ってんちゃうかな、だいぶぬくいです。こういう、ほうほう、こういうの拾ってる、だいぶ熱入ってるから、だからもうやっぱなんか変に飛ばされへんガーンって吹いたギュ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 、グリップ効いてる感じが全然違います。全然ない、全然ない。もうハンドルも軽いし、もうちょっと勢いよく S 字入ってたらおおって感じ、もうなんかこう度胸試しみたいな感じですね、うん、もうほんまに度胸試しみたいな感じです、マジで永遠に盆踊りしながら走ってますまあけど逆にあんだけもう滑りまくり、今までになくマックス滑って滑りながらこう、はい、一応それをこう制御取り直して走れてるというか、まあ一応 ね元には戻せてるん で、まあ、だからそれはそれで練習になってるなっていうのは感じてるんですよ。普通カウンターステア普通経験の低い人だったら、うん、もう簡単にコースアウトしてると思います、うんうん、ですよね。まあ一回もコースアウトしてないんで、うん、だってもう一番長い時だからもうズズ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 ズってなってる状態ですもん、うんうんそんなもうちょっとズズじゃなくてズズ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 ズってなってて滑ってる感じスケートでね、あのそれを感じて手前でやめれるかどうかなんですよ、うんうんうん、ね、ですね。これ以上いったらあかんなっていうのをね、うんうん、そうなんです。だから滑らんよ、意外とねいい加減なようでね、ちゃんとねその辺制御してます自分のコントロールができる人だからね、さあこれもうちょっといったら滑るなっていうのは理解してるんですよ、うんうん、だけどあえてもう滑らすぐらいまで攻めて、うんうん、あやっぱ滑んねんなとかっていうところを確認しながら、ね、コントロールですよ ね、うんうん、だから滑る、あここもう滑るっていうのは把握しながらはやってます、ね、ただ無茶する人ではないです、ね、外見と違ってだけどこのそのね滑りそうになった時に膨らんで走って結局レコードラインを外してゴムカス拾ってるっていうのはどうしたらいいんでしょうね。もうちょっとやっぱり速度落として、そうですね、レコードラインを保って、まあでもレコードライン保つだけだったらスピードが乗らないから、だからある程度滑らせないとタイヤカス取れないですもんね。ああ、うん、タイヤカス取るという意味ではまあ滑らしたり、そうです、うん、ブレーキでも摩擦を起こさせて、そうですね、ってことですよね。ブレーキも結構取れますから、ブレーキも結構攻めないと、コーナーがグリップないとブレーキもやっぱりついつい行きたくないんですけど、そこはブレーキも行って、まあ取るためにはタイヤカス取るためには、ちょっと滑ってでもライン上走ってくる、ちょっと滑ってでもレコードラインを走る、ライン上走ってくるタイヤカスがついてんなとか、タイヤの状態とか、そういうところのやっぱり把握とリスクマネジメントやっぱ下張るっていう、だからクリアラップで、あこれ今いい状態やからここでタイム出せるなとかっていうのもやっぱ分からはるっていうところがね、その差もありますよね。僕ら45年やってますのでその辺は、うん、その辺は置いといたってください。僕らマイラップマイラップね、この次はいいタイムで、この次はいいタイムで、うん、思いながらね永遠走ってるでしょ。僕らも大体こう、あ、これはこういうことやなとかっていう、何が起こってるかをものすごくその経験値が広いから、うんうん、あれが起こってんのか、これが起こってんのか、それともこれやろかっていうのが大体こう絞れるんですよね。やっぱその振動の感じとか、そうです、うん、ストレートエンドちょっと振動してますもんね。ストレートエンドめちゃくちゃ振動しますよ ね、 ね、あれタイヤカスだと思います。タイヤカスだと思います。これもおかしいんかなって僕も最初思いました、うん。やめときましょうか、うん、エンジン変な音します。